ジェリー・マリガンは、アメリカ合衆国出身のジャズミュージシャン。サックス奏者、作曲家、編曲家。ジャズ界では、数少ないバリトンサックス奏者であり、ピアニストとしても知られた。ニューヨーク市クイーンズ区で生まれ、エリー鉄道に勤務していた父の仕事の都合で、オハイオ州マリオンに転居する。1940年代後半からフィラデルフィアで活動を開始。 ギル・エヴァンスとの出会いをきっかけに、クロード・ソーン・ヒルのビッグバンドなどのためにアレンジを本格的に手掛けるようになり、20歳そこそこの若さにして、洗練されたモダンなアレンジで、ソフトなダンスバンドであったソーン・ヒル楽団のスタイル革新に貢献した。その経験を生かし、1940年代以末には、後にアルバム、クールの誕生として録音がまとめられた、マイルス・デイビスのビッグコンボに参加。 バリトンサックスでの演奏のほか、ジェル、ミロのビーナスなどの作曲などを担当する。そのほか、モダンジャズビッグバンドの代表的存在であるスタン、ケントンオーケストラにも編曲を提供した。1952年、カリフォルニア州に移り、トランペットのチェットベーカーらとピアノレスカルテットを結成。わずか1年間の活動であったが、リズムセクションに、 鍵盤楽器が必須とされていたジャズの世界においては、画期的な出来事であり、この動きが、アメリカ西海岸における、ウエストコーストジャズの顕在化につながっていくことになる。マリガン・カルテットのデビューアルバムである、ジェリー・マリガン・カルテットは、バーニーズ・チューンなどが収められ、大きなヒットとなった。マリガンは、ウエストコーストジャズの中心的人物として、西海岸に拠点を置きつつ、ベンウェブスター、 デイブ・ブルーベック、セロニアス・モンク、ずーっとシムズラと交流を深めていった。1956年、ニューヨークに戻り、セロニアス・モンク等と共演。1958年には、映画、私は死にたくないに出演している。1963年には、アート・ファーマーらをメンバーに招き、リーダー作、ナイト・ライツを発表。1950年代のプログレッシブな作品とは、 異なった、性質なスタイルが貫かれており、彼の代表作となる。ちなみに、タイトル曲では、マリガンはピアノを演奏している。1970年代、当時イタリアを活動拠点にしていたバンドネオン奏者のアストルピアソラと、意気統合、共演作サミットを制作した。1980年代に入ると、フュージョン色の強い音楽性を試行するようになり、 リトルビッグホーンなどのフュージョンアルバムを発表するようになる。この頃に世界ツアーも行っている。他に共演者は、ジーン・クルーパ、チコ・ハミルトン、ボブ・ブルック・マイヤー、ジーン・クイル等が挙げられる。1996年1月20日、膝の外傷が元で、コネチカット・シューダリエンにて死去。68歳。ありがとうございます。